現在、アメリカは中国に対して F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機での日中中間線を越え、中国本土へ最大級の圧力をかけているとの情報をキャッチしました。今回は、この中国本土へ最接近の状況を詳しく見ていきます。ペロシ訪台で、米中の対立はより激化しています。中国はいつの間にか台湾と尖閣は同時に侵攻する方針をかな。2022年6月に月20から中旬にかけて山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地にはアラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていた。この内訳は、いわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と F-35 ライトニング 2A 型が18機であり、これほどの数の同機らが日本に集結したことは非常に稀有な出来事だと言えた。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に中国海軍の1隻目の航空母艦にして訓練用の艦艇とされる遼寧が沖縄の南側の海上で搭載する固定翼、機、回転翼、キラの多数の発着艦演習を繰り返したことがまず浮かぶ。また、同月の下旬にかけては中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が日本海方面から太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国がロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていた。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めてアメリカをはじめとする西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづく、これらの国々の危うさを再認識させられる。ことに、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで、軍事力による影響力を行使することは、事実上厳しいロシアはともかく、中国は、台湾への軍事的圧力を弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様である。それでも、従来のアメリカは、中国をいたずらに刺激することは国策として得策ではないと判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって、近年はあまり直接的な軍事的な牽制行動については控えている感じも伺えていた。しかし、6月24日からアメリカは沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国基地に常時配備中のF-A18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして、臨時に飛来中の、同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施した。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は、2機で、1組の編隊をなし、最大で、同時に、8個ほどの編隊を、韓国の南側から、日本の尖閣諸島の北側に向けた、日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは、中間線を中国側にまたいだとされる。アメリカ軍は、こうした行動に、KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に、空中給油を行い、航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも、軍事行動が可能だと見せつけた。アメリカ軍の戦闘機体のこうした動きに対して、中国側は、対岸の福建省等の基地から、J20 戦闘機等をスクランブル発進させて、警戒に当たったといい、こうした行動について、日本政府は、アメリカからの事前の通告を得ていたという。ただし、日本側からは、こうした中に、戦闘機の派遣は行われておらず、
この状況を監視する意味で、そう、奇形怪奇等の複数の航空機が、アメリカ軍並びに中国軍の、それぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされる。政治的には、近々に、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は、2者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで、中国の軍事力を牽制することが可能であると、事前に知らしめる意味合いもあったのだろう。ロシア・ウクライナ戦争に見るように、ロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても、中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと示す必要性に駆られたゆえの行動が今回の戦闘機派遣の理由だと考えられる。アメリカ海兵隊の岩国基地では7月7日に同基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット F-35 ライトニング 2B 型に加え臨時に飛来していたF-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプター等によるガス機発進準備訓練を行っていた。第二次世界大戦時に爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは多数の機体が滑走路に集う様を動物の像になぞらえてエレファントウォークと一般的には名ばれている。今回、アメリカ海兵隊と空軍は、各種の戦闘機を用いて、この多数機発進準備訓練、つまり、エレファントウォークを実施したことを画像で公開したが、第5世代戦闘機の F-22 ラプターと、F-35 ライトニング2の A、B 両型が集ったのは、かなり稀有なことだ。そうした状況からも、今回の岩国、基地への F-22 ラプターと、F-35 ライトニング 2A 型の飛来は、極めて異例な出来事であり、台湾有事や日本の防衛体制にとっても、強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れる。ロシア・ウクライナ戦争は、近年、稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で、様々な戦訓を示しつつあるが、戦闘機で見た場合には、相互の空軍機が、ほとんどのケースで、いわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いている。一時期は、ロシアが、自身の優位を示そうと、第5世代戦闘機たる SU-57 を投入したと、喧伝した時期もあったが、同機は、実戦配備されている、機体数そのものが少なく、そもそも、ウクライナの、健在な地対空ミサイルを恐れてか、長距離爆撃に使用されただけのようだ。そのため、第5世代戦闘機が空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また、今後も、その可能性は、著しく低いと予想され、これらが行い得る制空戦闘が、いかなるなるものになるのかは、全く不明な状態のままであると言える。こうした中で、今回、アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して、自軍の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられる。アメリカ側は、今回臨時で岩国基地に派遣していた、F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型について、7月21日に、最後の2機も、訓練の終了に伴い帰還させたと、日本側に伝えており、これら総数30機は、日本を後にしたことが、明らかとなった。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の岩国、基地への臨時的な派遣については、7月に入り、事前に、
土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が発覚にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっている。こうした声を受けて、岩国、市側は、7月9日と17日に、指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたが、それは、訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための飛行であったと、認識を示し、事態の沈静化を図っている。岩国基地が所在する岩国、市では、一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだが、そもそも、アメリカ軍の日本の国内での活動に対して、席を負うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じる。すでに、中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで、異論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものである。航空自衛隊用 F-35 戦闘機専用空対空ミサイルをアメリカ政府が売却を承認したとの情報をキャッチしました。今回はこの空対空ミサイル AIM-120 アラームについて詳しく見ていきますね。かなり高額な売却承認、日本は飲むしかないよね。日本の航空自衛隊が現状で最大105機の配備を目指して調達中の戦闘機がアメリカはロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代と言われる F-35 ライトニング 2A 型であり、今後は星空戦闘の中核を担う機体となる予定だ。そうした航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は2022年度までに合計で55機の調達予算が組まれており、ちょうど計画数全体の105機に対し、半分強のところまで予算上の取得計画は進んでいる状態となっている。この航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2A 型に向けて、2022年7月25日にアメリカ政府は、同国軍需企業のレイセオンテクノロジー社が、製造を担う中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認した。今回、アメリカ政府がその売却を承認した AIM-120 アラームは総数で150機とされており、金額としては合計でおよそ400億円であり、1機あたりは約2億7000万円ほどに相当する金額だと単純計算では算出される。これまでも航空自衛隊ではアメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を適宜受けており、2014年12月に17機、2017年10月に56機、2020年8月に32機と、その合計で105機に到達する数となってはいた。これらこれまでの105機の AIM-120 アラームはその中でも C 型と呼ばれている形式のものだったが、今回の報道では、細かな形式までは報じられておらず、同様のものか否かは、現状では不明である。現時点での AIM-120 アラームの最新型は、D 型と呼ばれている形式であり、アメリカ海軍とオーストラリア空軍で採用されており、
射程距離では、C 型の約 105km から D 型では約 180km まで延伸されているという。日本では、F-35 ライトニング2A 型の採用が決定した後の今も、数の上での主力戦闘機である、一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空、対空兵装として、国産の99式空、対空誘導弾を配備していたが、F-35 ライトニング2A 型では、これへの統合が困難である。それは、完全なるステルス性能を発揮させる上で、F-35 ライトニング 2A 型においては、兵装類を胴体内のウェポンウェイに収容する必要があるが、99式空対空誘導弾は、これに収めることが困難な大きさであり、これまでも未対応という経緯がある。ちなみに、AIM-120 アラームの C 型は、直径が 0.17 メートル、全長が 3.65 メートル、全幅が約 0.48 メートル、重量が 53kg、弾頭重量が 7.31kg であると、使用上の数値では公表されている。これに対して、99式空対空誘導弾は、直径が 0.203 メートル、全長が 3.667 メートル、全幅が約 0.77 メートル、重量が 220kg と、全長こそ近似値であるものの、幅や重さで大きく上回り、F-35 ライトニング 2A 型には、そのままでは対応ができない。ただし、コスト面に視点を移してみると、航空自衛隊での99式空対空誘導弾の、これまでの調達価格は、1機あたり約6500万円ほどであり、付属品等を勘案して、単純比較は難しいものの、今回の、AIM-120 アラームの4分の1程度である。当初 F-35 ライトニング2A 型を開発したロッキード・マーチン社側では、99式空対空誘導弾を同機に統合することは、若干の手を加えれば可能との見解を示していたが、これは同機を進めた上での還元だったという側面が拭えない。AIM-120 アラームを製造する、レイセオンテクノロジー社側は、当初より直径の太い99式空対空誘導弾を F-35 ライトニング2A 型のウェポンウェイに収容することは困難であり、統合に必要なソフト等の対応を考慮しても合理性が低いと述べていた。まあ、ロッキード・マーチン社と異なり、レイセオンテクノロジー社は、自社の AIM-120 アラームを販売することが、最大の目的であるため、多少割り引いて考える必要もありそうだが、日本側が独自に進めるハードルは高かったのだろう。そうした現状の中で、F-35 ライトニング 2A 型に搭載、可能な空対空ミサイルの選択肢としては、イギリスに本拠を構える MBDA 社が持つ元は、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型が挙げられる。ミーティアの改良型は、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれているもので、ベースのミーティアの小型化を行うことで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンベイに4機を収容するべく、開発が行われている。日本は、このスナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルに対して、すでに2014年からこれに搭載するシーカー目標操作装置の共同研究を行っており、その完成が待たれる状態だと言ってよいだろう。こうしたスナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルをめぐるヨーロッパイギリスとの協調関係は、次期戦闘機開発計画においても注目されている部分であり、これらの実績が左右した結果との見方も多い。ちなみに、2008年時点でのドイツにおけるミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強であり、99式空対空誘導弾と比較すれば2倍弱ではあるものの、今回の AIM-120 アラームに対しては半分以下の。
これが、ツナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルとして、完成を見た場合のコストは、未だ判断できないが、少なくとも、AIM-120、アラームほどの高コストにはならないという、見方が大勢を占めている。それでも、いかに AIM-120、アラームが日本にとって高額とはいえ、F-35 ライトニングに A 型用の兵装として調達する意義があるのは、同ミサイルが、近年では、数少ない実戦での使用で、成果を上げている点が大きい。AIM-120、アラームは、1992年12月に、同ミサイルを搭載した、アメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンが、イラク空軍の MIG-25 と対峙し、そう、機械開艦世紀との併用で、見事これを撃墜する戦果を見せている。AIM-120、アラームは、現在のロシア・ウクライナ戦争で、個人携帯型のロケット兵器として名を馳せた FGM-148 ジャベリン等と同じく、発射後に、すぐに、破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有している。AIM-120、アラームは、本体の先端部分に、レーダーを内蔵することで、アクティブレーダーホーミング方式を実現しており、先の実戦での撃墜実績と相まって、その性能自体は、疑う余地の内空対空兵装だと言えよう。昨今は、ウクライナに対して、アメリカが、ついに、戦闘機の供与を行う可能性も示唆され始めているため、このまま長期化した場合には、ウクライナ空軍が、F-16 ファイティングファルコンで、AIM-120、アラームを使用する局面が訪れる、可能性もあるかもしれない。ペロシ下院議長が台湾を訪問する予定で、アメリカ軍空母ロナルド・レーガンのフィリピン海に展開との情報をキャッチしました。今回は、このペロシ下院議長、台湾訪問と空母打撃群の台湾周辺展開を詳しく見ていきますね。やはり、韓国の態度は塩対応です。アメリカのペロシ下院議長が2022年8月2日にかねてより予想された通りに台湾への訪問を実施したが、これを政治的に認められない中国は台湾を取り囲む形で6カ所もの空海域における軍事演習を8月4日から開始した。すでに中国の軍事演習の開始時点の8月4日にはペロシ下院議長は台湾を後にしており、中国側のインターネット上等では、自国の軍事演習実施のタイミング等が、まだまだ手ぬるいとする、強硬、派の意見が、多数散見される事態となっている。もともと、ペロシ下院議長が、台湾入りを強行するのならば登場して、台湾に向かう際の航空機を、撃墜すべきというような意見すらも出されていた、背景があり、日本が思う以上に、台湾に対する中国の姿勢は、激化していることを伺わせた。ただし、民主党所属のペロシ下院議長としても、2022年の中間選挙に向けて、対中国政策で妥協しないことを、自国の有権者にアピールする、政治的な意味合いが大きく、
そうした観点からは、米中の舌戦に始終した感は否めないように映る。アメリカは今回のペロシ下院議長の訪台に伴い、一応不測の事態も考慮して一部の海軍艦艇を周辺海域に待機させており、中国側が軍事的な恫喝に及ぶならば、それに対抗できるだけの戦力を投入できると示そうとした。ここで待機させれたのはミニッツ級航空母艦9番艦のロナルド・レーガン、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦8番艦アンティータム、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦26番艦ヒギンズ等でフィリピン海に展開した。またこれらとは別に、アメリカ海軍は沖縄の周辺海域にアメリカ級強襲揚陸艦2番艦トリポリ、佐世保に同1番艦のアメリカも待機させており、これらは F-35 ライトニング 2B 型を艦載することで軽空母的な運用も想定される。こうしたペロシ下院議長の訪台に伴う待機以外でも、アメリカ海軍は6月末からハワイの周辺の空海域での多国間軍事演習、リムパック2022も実施中であり、こちらにはミニッツ級航空母5番艦、エイブラハム・リンカーン等を参加させている。ちなみに、このリムパック2022には、日本の海上自衛隊からは出雲、片護衛艦1番艦の出雲、や、高波型護衛艦の1番艦、高波が派遣されており、陸上自衛隊からも、部隊参加が行われるなど、海上に止まらない合同軍事演習となっている。今年のこのリムパック2022は、最終日が8月4日で行われたが、もし仮にペロシ下院議長の訪台が本当にアメリカと中国との間の一触即発的な緊張関係に置かれたとするならば、途中で中断するなどの措置が取られただろう。そうした点にまで至っていない時点で、今回のペロシ下院議長の訪台が即米中の軍事的な衝突にまで発展する可能性は限りなく低く、起こり得たとすればあくまでもぐ、偶発的な要素によるもので、計画されたものではなかったと思える。今回、中国側は、8月4日から7日までの日程で、台湾周辺の空海域6カ所において、軍事演習を敢行すると発表しているが、これまでの軍事演習よりも一部で、台湾の領海にまで、その範囲を設定するなど、明らかに圧力を強めている。台湾側でも、こうした中国側の演習実施区域には、危機感を募らせ、それは、事実上、中国軍が、台湾に対する、海上封鎖を行い得ることを内外に示すものだと、警鐘を鳴らしており、過去最大の挑発行使であることを訴えている。こうした中国軍の今回の軍事演習における動きは、くしくもアメリカ自体が提唱した A2AD、接近阻止、領域拒否戦略をまさに辞ていくものであり、アメリカと中国の軍事力が、これまでとは確実に違う域に達していることを伺わせた。これは、1995年から、1996年にかけて発生した、いわゆる第三次台湾海峡危機と呼ばれたアメリカと中国との軍事的な緊張が生じた時とは全く異なる事態であり、かつて航空母艦ミニッツ、インディペンデンスの2隻で威圧された中国はもうない。この時はミニッツ、インディペンデンスの2つのアメリカ海軍の空母打撃群の台湾周辺への進出を前にして、中国はこれらを抑止可能な戦力を保持しておらず、ミサイルを用いた台湾への恫喝を取りやめざるを得なかった。この第三次台湾海峡危機でアメリカ海軍から与えられた屈辱を晴らすべく、ちょうど経済的にも大躍進を遂げていた中国は、軍事力の強化に邁進し、ロシアから、駆逐艦、攻撃型潜水艦、戦闘機を調達、
航空母艦の取得も進めた。これらの軍の装備の強化に加え、中国軍は中距離ミサイルのディフェンダー -17 やそれに搭載可能な極超音速滑空体 HGV のディフェンダー ZF を開発しており、かつてのようなアメリカの空母打撃群に容易に接近を許す体制を覆しつつある。 A2AD 接近阻止領域拒否戦略は、その名称が示す通り、 A2 接近阻止では主として陸上からのミサイルや航空機による攻撃、 AD 領域拒否では主として海軍艦艇からの対艦ミサイル攻撃が行われるものと想定されている。これらによってアメリカ海軍の空母打撃群が台湾海峡に侵入してくることを防ぎ、おおむねに西太平洋方面まで中国軍がそれらの圧力を排除することが期とされており、アメリカの軍事力を台湾防衛に用いられないようにすることを志向している。アメリカ海軍は大型の原子力航空母艦をミニッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻の合計11隻も保有しており、未だ3隻目の福建を今年2022年に進水させたばかりの中国海軍よりもはるかに高い攻撃力を有している。しかし、アメリカが全世界にこれらの空母打撃群を派遣することで影響力を維持しているのと対照的に、中国は現状では東シナ海や南シナ海での限定的な A2AD 接近阻止領域拒否戦略をまず確立することを狙っている。その意味においては、中国の A2AD 接近阻止領域拒否戦略はこれまでのところ順調に推移しているとも言うことができるわけで、かつてのようなアメリカ海軍の影響力を少なくとも台湾海峡からは引き下げることに成功しつつある。こうした状況下で、アメリカは新型の大陸間弾道弾 ICBM であるミニットマン3の発射試験を見合わせることを表明しており、すでにこれは一度2022年3月に予定されていたものが延期されており、2度目となる動きだ。1度目の発射試験をアメリカが延期した理由は、その前月である2022年2月にロシアがウクライナ侵攻を開始したことを鑑み、いたずらにロシアを刺激するのは良くないと判断したものだったが、中国に対しても同様の対応を行った形だ。このアメリカの見せた譲歩が今後どのように中国に作用するのかが注目点だと思えるが、少なくともロシアはロシア・ウクライナ戦争をエスカレートさせない方向には向かっておらず、その効果のほどは何とも言い難い。むしろ個人的には中国側がこうしたアメリカの譲歩姿勢を政治的に利用する可能性の方が高いようにも感じられ、中国の台湾併合に向けた習近平体制の権力基盤をさらに助長させる方向に向かわせないかが非常に気がかりだ。関わくば中国の海軍力の強化は、第一次世界大戦時のドイツのように、世界最大の海軍国、イギリスへの対抗上強化はしたものの、直接対決を挑むには危険が大きすぎ、異質を恐れた現存艦隊主義となったことに、習うよう期待したい。
中国の003型空母が進水式を行い、福建空母と命令されました。今回は中国空母を7隻保有論について詳しく見ていきますね。太平洋だけでなくインド洋も狙っていますが、インドは今のうちにアメリカと組む方が得策ではロシアは終了です。日本を取り巻く周辺国には依然としてロシア、北朝鮮、中国という軍事力を背景にした仮想敵国が健在であり、ロシアとの北方領土、北朝鮮のミサイル、そして中国による南西諸島への圧力が課題、脅威となっている。ロシアとは、ロシア・ウクライナ戦争の勃発をめぐって、日本は経済制裁を行う関係となっており、この戦争の遂行に注力しているロシアは、短期的に日本への軍事行動を起こす余力はないと思えるが、北方領土の件はフェンドしたままになるだろう。北朝鮮は通常兵力では日本に脅威をもたらす存在ではないが、近年はロシアから核兵器の各種の技術の入手をさらに進めている模様で、2022年は年初より新型の弾道弾や巡航ミサイルの試射を行うなど、相変わらずの核による恫喝を継続している。これらロシアや北朝鮮は、日本に向けて軍事侵攻するような余力も兵力も、現状では持ち合わせていないが、中国は別格であり、この2022年6月には、純国産の航空母艦としては、2隻目となる、福建を進水させる人し、軍事的な海洋進出をさらに進めている。福建は、これまで中国海軍が収益させている、遼寧や、山東といった航空母艦と異なり、アメリカ海軍の大型原子力空母並みに、カタパルトを備え、既軽快艦制機の運用まで視野に入れており、戦闘能力を著しく向上させている。すでに、中国では、航空母艦として、4隻目の艦艇を、今回の、福建と同じく遼寧、州の大連の造船所での建造に着手しており、また、海南島の造船所で5隻目、上海の造船所で6隻目の建造計画が予定されているとも伝えられている。少し以前までは、こうした4隻目以降の中国海軍の航空母艦は、福建までの通常動力型から転換、アメリカ海軍のそれらと同様に、原子力推進型となる可能性が指摘されきたが、これについては、現状では判然としていない。これは、福建の存在を正当化するためなのか、中国共産党配下のメディアである、環球時報等の SNS 上において、原子力推進型の航空母艦のデメリットを羅列する表記も見られ、技術的な問題から通常動力に止まる可能性もあるようだ。いずれにせよ、中国海軍が、6隻目までの航空母艦建造を志向していることは、ほぼ確実であり、こうした流れを補強するかのように上海、交通大学内の国家戦略研究センターに所属する専門家も、今後の方向性について示唆している。それは、中国のメディアである、鴻海新聞に掲載され、一中国海軍は、6隻以上の航空母艦を保有すべき、2、その内訳は、1隻が、現練習用の、遼寧で、艦隊として、北海1隻、東海、及び、南海に各2隻を配備すべきだと述べている。続けて3、将来的には、インド洋に、常設の艦隊を増設し、そこにも航空母艦を配備すべき、4現在収益中の075型強襲揚陸艦も、簡易的な航空母艦としての運用を目指すという4点を掲げており、6隻目は2037年までに進水すると位置づけている。こうした中国サイドからの見方に止まらず、福建が進水を迎えた2022年6月には、カナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論が、
電子版において、中国は6隻の航空母艦を2035年をめどに配備するとの記事を発表、注目を集めている。このカナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論の内容の方が、前述した中国の上海、交通大学内の国家戦略研究センターの予測よりも、中国海軍が6隻の航空母艦を配備するスケジュールが2年ほど前倒しになっていることも興味深い。ガンワボを務む評論では、中国海軍が航空母艦戦力の増強に注力している理由を、台湾への武力侵攻を行うと仮定した場合、これを阻害する要因となり得るアメリカと日本の海上戦力を局所的に打ち破ることを念頭に置いていると見ている。現状のアメリカ海軍は、大型原子力航空母艦として、ミニッツ級10隻とジェラルド・R・フォード級1隻を配備、運用しており、中国海軍といえ、土世界の海では、未だ、正面から対峙はできないが、台湾海峡に限定した主導権の確立を説いているようだ。従来は、遠洋への進出、戦力投射能力が不十分であった中国海軍だったが、航空母艦を6隻配備することで、西太平洋方面まで進出する力を得る可能性があるとも言われ、そのために、6隻の航空母艦が少なくとも必要だと考えられている。中国海軍は練習用の航空母艦として遼寧を運用しているが、ここ最近の同艦は東シナ海の日本の南西諸島周辺海域にまで進出して、艦載機の発着艦訓練を実施しており、その出撃回数はアメリカの航空母艦並みの頻度に近づいている。さらに、中国が台湾に武力侵攻を行う場合には、その自国の領域の対岸たる西側からの侵攻が主要務になることは想像に難くないが、遼寧の東シナ海進出を見れば、逆の東側からも台湾への攻撃が可能になる恐れが想定されるだろう。そうは言っても、いかに中国といえ、と台湾への武力侵攻は最終的な手段だと考え、現状では台湾に新中国政権を合法的に成立させ、内部から中国の併合に向かうように政治的な工作を第一目標に置いているのも事実に見える。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の開戦に踏み切ったロシアのように合理的に考えれれば、軍事侵攻によるメリットは薄いはずにもかかわらず、独裁的な権力を握る層が何らかのきっかけでこうした判断を行う可能性も捨てきれない。そもそも近年の中国の海軍重視の政策は、1982年当時に同国の最大の実力者であった鄧小平が海軍司令官であった劉化清に命じて行わせたものが原案であり、ここで航空母艦を保有することの基本戦略が打ち出されたことに遡る。劉化清は、第一列島線、日本の九州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島を結んだ線と、第二列島線、日本の伊豆諸島から小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアを結ぶ線を軸に、中国の海洋戦略を説いた。そこで、中国海軍は、1980年代から2000年までに、自国の沿岸防備を固め、2010年までに、第一列島線内の制海権を確立、3-2020年までに、航空母艦を保有し、第二列島線内部の制海権を確立、4-2020年以後、アメリカの太平洋、インド洋支配を定義されていた。これに照らして現状を鑑みれば、今は2022年だが、2以降の2010年以降の目標は達成できたとは言えない状態に見えるが、確かに、その方向に沿って、中国海軍の戦力の増強は、進められていることは、
間違いないと感じられる。また、航空母艦の建造に関しては、10年ごとに区切って、1、遼寧の完成と、艦載キタル J15 の運用、2、カタパルトを装備した、中型クラスの航空母艦2隻を建造、3、大型原子力空母と、いわゆる第5世代機の艦載機化を大目標に掲げている。ここでも、現状では、2の段階として、今回の、物件の浸水を迎えたことが見て取れ、大枠では、策定した計画に則って、中国海軍が、航空母艦の建造と、戦略的な目標の達成を志向している状態である。と判断して、間違いないだろう。こうした大枠の海軍構想の最中の1996年に生起した第3次台湾海峡危機では、中国は、アメリカが差し向けたフォレスタル級、インディペンデンスと、ミニッツ級、ニミッツの両空母打撃群の前に引くしかない体験を経て、航空母艦保有を加速させた。大陸の陸軍国であった中国が、海軍重視の戦略に転換できた一因としては、こうしたアメリカとの台湾をめぐる攻防以外にも、1991年に国境紛争を抱えていた旧ソ連が崩壊し、その候補の憂いが取り除かれたという件も大きかったと考えられる。防衛省が、ついに、1蓋式ステルス巡航ミサイルを開発との情報をキャッチしました。今回は、この、1蓋式ステルス巡航ミサイルを詳しく見ていきますね。日本も、ついに、長距離巡航ミサイルを完成間近に、テストと量産化ですが、ハイマースの登場で、戦車の存在が薄れています。日本の防衛省は、2022年7月22日に、自らのホームページ上に、令和4年版防衛白書を掲載。その内容は、本編、別冊、資料編、防衛年表の4つの POF ファイルで、自由に閲覧することが可能であり、英語、中国語版も用意されている。また、ここに、初めての防衛白書、第2版、も同時に用意されており、防衛省サイドでは、小学校高学年以上の層に向けた、防衛白書の内容を噛み砕いて、平易に説明したものとして、啓蒙活動を促進していることが伺える。こうした中にあって、別冊の POF の21ページ目において、三菱重工業社で、今、まさに開発が進められている、2、意識地対艦誘導弾、能力向上型が写真付きで掲載されており、防衛装備品の研究、開発の一例に挙げられている。この部分の内容は、本編の PD では439ページに該当するものであり、日本の防衛装備品の研究、開発の現在の状況と今後の対応方針について述べられており、その中で、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型が重要な意味を持つことを示したと思える。ここでは、近年の防衛装備品は、複雑かつ高性能化の一途をたどり、海外からの調達は、単価を含めて、総じて上昇しており、逆に、国産品は、減少傾向が顕著で、その技術的な基盤を維持していくことが、困難に直面していると説いている。こうした状況下において、防衛省は、
多次元統合防衛力の構築を唱え、その実現に必要な質、及び量の確保を推進するにあたり、大きく6つの取り組みを行うことが必須になると、今回の令和4年版防衛白書において記述している。一つ目は、各種の無人化、省人化を含めた統合運用を目指し、それに必要な装備体系の見直しを図ることであり、自衛隊のみならず、世界的な兵器体系のトレンドに合わせて、その装備の近代化を目指すものと解釈できる。二つ目は、日本の技術的な優越確保に向けた取り組みを戦略化して、研究、開発をさらに進め、民生品に使用される技術を積極的に活用すること等を通して、その技術的な基盤を高めていくことを目的とすると打ち出されている。三つ目は、防衛装備品の複雑かつ高性能化を反映したコストの上昇に対し、その取得時の効率化を図ることと、組織的な管理の体制を構築することによって、装備品の調達そのものの最適化を図ることが挙げられている。四つ目は、日本国内における高性能な防衛装備品の生産活動と、その実現を可能とするために、産業基盤自体の高稼働率を確保して、強固な体制を構築する必要性を唱えており、国内の防衛産業の空洞化を防止することを期としている。五つ目は、現行の防衛装備移転三原則に準拠した防衛装備品の展開と、その技術協力が必須であると述べており、防衛装備品の海外への輸出も含めた活動を推進していく方向性を今後も継続していくことを明確にしているようだ。最後の六つ目が、これまでの5つの取り組みと並行して、防衛省が持つ軍事的な知見を、経済的な安全保障の取り組みについても活用していくことを打ち出しており、日本の国家としての政策にも、今まで以上に、防衛省がノウハウを提供すると読める。こうした量は4年版防衛白書の取り組みを象徴するかのように、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が添えられているわけだが、その外観は、元となった人に、意識地対艦誘導弾の原型は、ほとんど止めていないと言って過言ではない。オリジナルの、1-2式地対艦誘導弾は、従来型のミサイルといってイメージされるような、典型的な円筒形の形状をしていたが、1-2式地対艦誘導弾、能力向上型では、ステルス性と長距離の飛翔が求められるため、大きく形状が変化している。写真を見る限り、1-2式地対艦誘導弾、能力向上型は、ステルス性を考慮した、シャープな面を組み合わせた造形をしており、中央には主翼と言っても良さそうな、安定した飛行を実現させるための大きめの翼が取り付けられている。もともとの、1-2意識地対艦誘導弾は、最大射程距離でも約 200km 弱であったものが、1-2意識地対艦誘導弾、能力向上型では、これが約 1500km ほどにまで延伸される予定であるため、大幅な外観の変更がなされている。このように、大幅に射程距離が延伸されたとはいえ、1-2意識地対艦誘導弾、能力向上型でも、飛翔速度自体は、亜音速の巡航ミサイルであるため、敵の対空ミサイルによる、撃の確率を下げる意味で、ステルス化は必須だったと見るべきだろう。1-2意識地対艦誘導弾、能力向上型は、今後は、航空機に搭載するための空対空型や、艦艇等に搭載するための艦対艦型への横展開が行われるほか、攻撃の対象も、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃に転用することも想定されていると思われる。こうした長距離攻撃が可能な巡航ミサイルは、対艦、対地攻撃を問わず、これまでに日本政府が表明してきた、スタンドオフミサイルという、考え方を実現するものであり、自軍の損害を抑えつつ、相手に、
効果的な打撃を与える手段と言えよう。日本では、これまで、対地攻撃を前面に出してしまうと、敵基地攻撃能力の保有だの、攻撃的兵器の保有だのと、ソシウタ装備の配備に反対する勢力からの反発が多かったが、ロシア・ウクライナ戦争の現実は、こうした考えの稚拙さを明確にした側面もある。ウクライナに供与されて、ここ最近は、ロシア軍への有効な反撃に使用されつつある、ハイマース等の多連装ロケット兵器だが、これらは、地対地を原点にしながら、地対艦艦用途への使用も付与可能であり、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型とは逆のアプローチとも言える。さて、こうした、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が掲載された令和4年版防衛白書だが、この公開から、3日後の7月25日には、中国軍が、これまでにない行動を行ったことも報じられており、南西諸島方面の防衛に、注目が集まっている。それは、中国の大型の偵察、及び、攻撃用の無人航空機、TB-001 が1機、中国大陸から、東シナ海を南東方面に進み、沖縄本島と宮古島間を抜けて、太平洋に進出。そこで、進路を南西方向に変えて、台湾の東海上を飛行して去ったとされている実績だ。中国軍の無人航空機が、単独で、このような行動を行ったことは、これまでになく、そうした進路を飛行できるように、事前にプログラムが行われ、かつ、そうした飛行をアシストする、高度な通信技術を確立しつつあることが脅威と見さされたと言える。今回使用された中国の無人航空機 TB-001 は、昨年2021年8月にも、他の中国軍の航空機とともに、沖縄本島と宮古島間を抜け、大東諸島の周辺海域に出没したことがあり、総発の機関部と総動の形状を持った、大型の無人航空機である。実は、さらに、今から、5年までの2017年5月には、中国公船から放たれたと、おぼしき無人航空機が船、各諸島の領空に侵入するという、事態も発生したことがあり、性能を向上させた、無人航空機を使用して、こうした行為が常態化する可能性もある。これを受けての国会答弁では、当時の安倍政権は、無人航空機の扱いも、有人航空機の場合と同じで、それに対する武器使用は、正当防衛時と緊急時に限られると回答しており、果たして、その対応で対処できるのかという点は、議論の的となった。アメリカが、ペロシ下院議長の台湾訪問に際して、岩国基地に、F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機を一時的にに、大量に配備しているとの情報をキャッチしました。今回は、このアメリカ、ペロシ下院議長の訪台に、その中身を詳しく見ていきますね。中国は、国内の問題から、解決すればいいのに、あちこちに手を出すと痛い目に遭うよね。
2022年6月、山口県の在日アメリカ軍海兵隊の岩国基地には、同部隊が通常配備している FA-18 スーパーホーネットや F-35 ライトニング 2B 型といった戦闘機に加えて、アメリカ空軍から複数の戦闘機が一時的に派遣されていた。これらは、ハワイ州やアラスカ州に配備されているアメリカ空軍の F-22 ラプターや F-35 ライトニング 2A 型で、その数合計で30機に及び、アメリカ軍の誇る、いわゆる第5世代戦闘機が、かつてない規模で日本に参集した状況であった。こういて、岩国、基地に戦闘機をアメリカ軍が集めた理由は、これらの戦闘機たちを6月末に、日本と中国との中間線付近に飛行させて、軍事演習を行うことにあり、空中給油機を随伴させた、2機編隊単位での展開が行われた。これらのアメリカ軍戦闘機の編隊の中には、日本と中国との中間線を校舎側に越えて飛行したもののあり、東シナ海から、西太平洋方面への軍事的圧力を高めている、中国軍に対し、その行動を牽制する意味合いが感じられた。折しも、中国海軍は、6月17日に、3隻目となる航空母艦、福建を上海で進水させており、この収益には、少なくとも、あと2から3年は、必要とは見られているものの、軍事力によって、海洋進出を強化する姿勢を打ち出したところだったためだ。アメリカ軍が、世界の海に戦力を派遣する際には、大型の原子力航空母艦を中核とした空母打撃群を差し向けて、その存在をアピールすることが多いが、今回の行動は、戦闘機の部隊のみの展開も可能だと示す目的もあったのだろう。まあ、実際には空母打撃群を別の軍事演習に従事させていたというアメリカ海軍側の事情もあり、そうしたケースへの対処も踏まえて、アメリカ空軍がそれらをカバーする動きの一環として、今回の行動が取られたのかもしれない。いずれにせよ、今回岩国基地に臨時的に派遣されていたアメリカ空軍の F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の合計30機は、7月21日には、すべて同基地を送らしたと報じられており、異例なステルス戦闘機の参集は終了している。日本での報道の多数は、今回の岩国基地へのアメリカ空軍のステルス戦闘機の一時的な派遣について、主として近隣住民の生活に与える騒音の苦情が増加したこと、事前の土日の飛行を制限するはずの合意が法具にされたこと等が報じられていた。確かに、近隣住民の方々のことを思えば、騒音は少ない方が好ましいのはその通りだろうが、ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにした今の世界の現状に目を向ければ、日本の防衛力を鑑みても、アメリカ軍の戦力を軽視はできないはずだ。日本の航空自衛隊では、F-35 ライトニング2A 型を105機、B 型を42機で、合計147機の調達を進めている最中ではあるが、2022年度まで、前者が55機で、後者が12機を予算上で確保できているに過ぎず、調達完了までには、もっと時間を要する。すでに単純な戦闘機の数では、到底中国軍に及ばない日本は、せめて、質的にそれらを凌駕すると、おぼしき F-35 ライトニング2の戦力化に期待する以外に、方策は見当たらず、アメリカ軍のそれらの運用結果を参考にすることは必須だろう。さて、中国とアメリカの対立といえば、この2022年8月には、アメリカ議会のペロシ下院議長が台湾を訪問することが、大きな争点となっており、ことに同職にある人物の訪台は、実に半世紀ぶりのこととして、日本でも大きく報じられている。このペロシ下院議長の訪台は、2022年4月に、
もともとは予定されていたが、その時は新型コロナウイルスの問題で実現せず、およそ4ヶ月のインターバルを経て、このほどついに行われることとなり、中国は激しい反発姿勢を続けている。もともと、ペロシ下院議長の所属する民主党は、対中政策に関しては、共和党よりも及び腰と評価され続けているだけに、今後の大統領選の中間選挙等の動向を睨み、ある程度の政治的に対中強硬策を示す必要に迫られているようにも見える。今回ペロシ下院議長らの一団は、マレーシアからアメリカ軍の航空機を用いて台湾の首都台北に入ったものだが、去る7月末のバイデン大統領と中国の習近平国家主席の電話による首脳会談でも、中国側は語気を荒くして反発を見せていた。中国の外務省は、ペロシ下院議長らが自分たちの精神を無視して台湾入りしたことを受け、中国の国家主権及び領土保全の権利を侵害する行為だとする声明を発しており、自国のメンツが潰された形となったことを激しく非難している。その上で、今後中国が講じる各種の措置の結果は、アメリカ政府側と台湾の独立を主張する一派が負うべき責任となると、恫喝をしており、ここで言う中国側の措置に、軍事的な動きの数々が含まれていることを改めて強調した。中国の国営メディアである新華社通信等では、中国空軍の SU-35 戦闘機などが台湾海峡を飛行していると報じ、また、台湾のマスメディアでは、中国海軍の航空母艦、遼寧や山東が出港しているとする記事が報じられている。中国軍は、ペロシ下院議長が台湾に到着した8月2日の夜間から、台湾周辺の空海域において軍事演習を開始しており、4日以後は、最大で6カ所ものエリアで実弾を使用した軍事演習を行うものとみられ、威嚇行為は収まりそうもない。すでに、中国軍は、長距離のロケット砲や巡航ミサイルの実弾を用いた軍事演習を敢行しているとされ、かつて複数回繰り返された台湾海峡危機を超えるほどの軍事的な緊張状態が発生しているとみる声も一部では上がっている。こうした中国側の強硬な軍事的行動に対して、アメリカ側は、海軍の外郭団体である、米海軍協会が、原子力航空母艦、ロナルド・レーガンのフィリピン海への進出や、強襲揚陸艦、トリポリが沖縄近海に展開していると述べている。このように、アメリカ政府としては、中国のように、台湾に向けた軍事力の展開を公には表明していないが、ロイター通信でも、ロナルド・レーガンや、アーレイバーク級駆逐艦、ヒギンズ、タイコンデロガ級巡洋艦、アンティータムの派遣が報じられている。中国の軍高官や指導者たちはマスメディア等を通じて、今回の軍事演習の目的が、アメリカと台湾の行動に対する措置だと言ってはばからないが、ウクライナに対する、ロシア側の発言とあまりに似すぎていてき、弛緩さえ感じてしまう。ただし、ロシアは実際にウクライナへの軍事侵攻を行っているが、中国が台湾やアメリカに対して直接的な軍事行動に踏み切る公算は限りなく低く、これまで掲げてきた台湾は自国の領土であるとする主張を繰り返しているに過ぎないだろう。また、こうした台湾有事の発生の可能性を指して、今のロシア・ウクライナ戦争になぞらえた場合、日本の立場は、ポーランドのようなものだと述べる向きも多いが、ポーランドは、少なくとも、多数の兵器をウクライナに供与している。その点を踏まえれば、日本は、台湾有事が発生したとしても、現行の枠組みの中で、台湾への兵器供与が可能だとは思われず、ロシアへの現実の危機感を募らせているポーランドに対しても
失礼な例えのように思えてならない。まず日本が取り組むべきは、明らかに自身が支持する側の国家に、兵器供与を含めた制限のない支援を行うことが可能な、施策や法体系の整備であり、その実現こそが、ロシア・ウクライナ戦争から、得るべき教訓ではないだろうか。中国軍の無人航空機 TB-001 が単独で東シナ海から沖縄方面を経由し台湾方面へと初飛行。航空自衛隊は戦闘機を緊急発進しているとの情報をキャッチしました。今回はこの無人航空機 TB-001 を詳しく見ていきますね。それにしてもこのコードネームは似ているな。機体も同じような感じがする。私だけかな。2022年7月25日、中国大陸の上海島のある東岸地域から離陸したと、おぼしき中国軍の無人航空機 TB-001 が1機、東シナ海を南東方面に進んで、沖縄本島と宮古島の間を飛行して太平洋側に抜け南西方面へと進路を変えた。中国軍のこの無人航空機 TB-001 は宮古島から石垣島の南方海上をそのまま南西方向に進み台湾の東部に並走するような進路で南下を続け南端のバシー海峡へと抜けて中国へと戻ったと推察されている。日本の航空自衛隊では、こうした中国軍の TB-001 の動きに対して、沖縄の那覇、基地に拠点を置く南西航空方面隊所属の戦闘機が、スクランブルを行い、警戒監視に当たったが、当該機による日本への領空侵犯は発生しなかった。今回の中国軍の無人航空機 TB-001 の、こうした行動が注目されたのは、当該の機体は、ただ一機のみで、こうした進路を飛行した点にあり、このような動きが確認されたのは、これが、実に初のことであったことに尽きる。つまり、中国軍の無人航空機 TB-001 は、単独で、こうした飛行進路を取り得る能力を、遠隔操作もしくは自律飛行で示したわけであり、そうした分野の無人航空機の運用技術を従来よりもはるかに向上させているとみられる。実は昨年2021年8月にも今回と似たような進路で同様に無人航空機 TB-001 を含みさらに別の無人航空機 BZK-005 と有人の哨戒機の編隊が飛行し日本へ接近。この時も航空自衛隊がスクランブルを行う事態が発生していた。この時確認された BZK-005 は比較的古いタイプの大型の無人航空機であり、江西博士と航空工業集団が製造を担当し、2006年に公表され、全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の形状をしている機体であった。BZK-005 は最高速度が時速 635km、巡航速度が 180km、最大高度が 18,000m、巡航高度が 8,000m で、航続距離最大 3,200km、
連続飛行時間は最大で40時間と公表されている。中国では、この BZK-005 をアメリカの RQ-4 グローバルホークに匹敵する性能と喧伝しているが、こちらは全長約 13.52 メートル、全幅約 35.42 メートルで、巡航速度 570km、航続距離も 22,779km と、はるかに大きい。それでも、中国の BZK-005 は、最大で 300kg までの巡航ミサイルや、各種の誘導爆弾を搭載可能とされており、中国軍では、少なくとも、100機以上の機体を空軍、海軍に配備している模様で、すでに、2013年頃より、日本の周辺に出没していた。これに比して、今回の主役たる中国軍の TB-001 は、中国でも2016年に設立されたベンチャー企業のテンボーンテクノロジー社が開発を手掛けた無人航空機で、その開発自体も2017年と比較的に新しいのもである。TB-001 は、前述の BZK-005 と同様に、全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の無人航空機で、巡航速度が 300km、巡航高度が 8000 メートルで、航続距離最大 6000km、連続飛行時間は最大で35時間とされている。TB-001 は、兵装として、最大で1トン、数にして、8発までの巡航ミサイルや、各種の誘導爆弾を搭載可能であり、より、小型の巡航ミサイルの場合であれば、最大で24発まで搭載可能と、打撃力において、ほぼ同じ大きさの、BZK-005 を大きく凌駕している。もっとも、TB-001 で注目すべきスペックは、やはり、その 6000km にも達する航続距離であり、衛星通信を介することで、その行動半径は最大 3000km に及ぶため、今回のような日本の周辺海域への進出が可能となっている。TB-001 は、中国軍のみならず、海外にも輸出されており、2021年には、中東のサウジアラビアが購入を行ったことが判明しているが、今後の動向以下によっては、さらなる導入国が追加で発生してくることも予想される機体である。ちなみに、ロシア・ウクライナ戦争でも、初期にウクライナ軍が活用して、大いに名を挙げたトルコ製の無人航空機、バイラクタル TB には、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大兵装搭載量 150kg、巡航速度 130km ほどである。こうした中型の無人航空機と呼ばれるバイラクタル TB2 に比して、中国軍の TB-001 は、大きさ、兵装搭載量、速度ともに大きく上回っており、ことに攻撃用途で見れば、打撃力は高く、広い洋上での展開任務にも適した機体だと言えそうだ。無人航空機という、新種の兵器カテゴリーにおいては、トルコのバイラクタル TB2 が、世界中の注目を集めていることからも明らかなように、スペックと価格のバランスによっては、ベンチャー企業の製品が広く普及するよう、血が残されている。そうした意味では、特別に、革新的な技術を投入していなくとも成功する機体が、今後も登場する可能性は高く、民生品も含めて、世界の無人航空機のトップシェアを握る中国企業は、さらにシェアを拡大してくる恐れがあるだろう。ことに、無人航空機の分野においては、前述したアメリカの RQ-4 グローバルホークや MQ-4 リーパー等が一昔前であれば、世界的にも著名であったが、より簡易で小型で安価な機体を数多く投入することがトレンド化する方向に向かっているようだ。これは、無人航空機の場合は、有人航空機に比して、最も、時間とコストを要する、
搭乗員の育成が不要であり、しかも機体自体の単価もはるかに低額であることから、多数を投入して多少の機体に損耗をきたしても良いという性質が寄与している。アメリカの RQ-4 グローバルホークや MQ-4 リーパー等は、同国がさすがに世界一の軍事大国だけあって、無人機とはいえ機体そのものにも少なくはないコストが注がれていたが、こうした傾向は上書きされ押し流された感が拭えない。また今回の TB-001 の沖縄方面への進出に対して、航空自衛隊では有人戦闘機をスクランブルさせてその監視活動に当たったが、こうした行動は後者の人的コスト的な負担増を招き、頻度が増加するごとにそのダメージは増していくこととなる。こうした行動を中国軍が常態化させてくれば、航空自衛隊としてもその都度スクランブル対応を行うことは人的コスト的なダメージの蓄積となり、組織や機材をいたずらに消耗させるだけの釣り合わない行為になる可能性が危惧される。すでに台湾に対して中国は無人航空機ではないが有人航空機で、数に物を言わせた防空識別圏への侵入行為を近年繰り返す行動に出ており、すっかり疲弊してしまった台湾側は有人戦闘機のスクランブルを一部地対空ミサイルでの追尾に切り替えている。中国はこれまで中国海峡局の艦艇を尖閣諸島周辺海域に侵入させる挑発行為を繰り返してきたが、今後はこうした TB-001 のような無人航空機を使用して、空から同様の行為をはるかに低コストな手法で実施してくることが予想される。これを考えれば、日本側も有人戦闘機のスクランブル対応ではなく、台湾のような対応方法にシフトすることは必須と思われるが、中国の無人航空機が仮に領空侵犯に至った場合の対処も現状では定まっていないのは由々しき事態と言えるだろう。オーストラリア原子力潜水艦建造計画までの穴埋め期間に韓国製潜水艦を採用との案件が浮上しているとの情報をキャッチしまいた。今回はこのオーストラリアの原子力潜水艦建造までの穴埋め期間なんで、韓国潜水艦を検討かを詳しく見ていきますね。浮かばないよ。2022年7月末で6ヶ月目に突入してしまったロシア・ウクライナ戦争だが、アメリカからのハイマース、イギリス・ドイツ等からの M270MLRS 等の多連装ロケット砲の供与が徐々にウクライナ軍の戦力として機能し始めている。数量的にはウクライナが希望するほどの数量にはこれらの多連装ロケット砲は到達していないとも言えるが、これまでの榴弾砲の射程を大幅に上回る利点を生かし、ロシア軍の後方の兵站線への攻撃に効果を発揮しつつある。現在の戦況を見るに、ウクライナ軍の本格的な反攻作戦は、南部のヘルソン市の奪還から始められる可能性が高そうだが、攻勢に出るには、やはり機動力と攻撃力の両方を備えた戦車の投入数が、
その結果を左右するだろう。その意味においては、ウクライナへ最も戦車を供与しているのはポーランドであり、ポーランドからの支援なくしては、ウクライナ軍の反転攻勢自体は成り立たないと言っても過言ではない状況に思えてくる。ポーランドが核も、多くの戦車をウクライナへ供与しているのは、多分に、過去の第二次世界大戦時において、西からドイツ、東から、旧ソ連の二方面からの侵攻を受けて分割統治された、苦い経験が、脳裏に焼き付いているゆえだろう。そのため、ポーランドは、ロシアの脅威を、最も現実的に捉え恐れている、国の一つであり、ウクライナへの、多大な兵器供与と並行して、自国の戦力もここに来て、大幅な拡充を推進しており、その危機感の大きさを感じさせる。ポーランドは、そうした自国軍の戦力強化の一環として、韓国からも、多数の兵器を調達する方向を打ち出しており、陸上兵器として、計2000車980両、計9次走り榴弾砲648両、航空機として、FA-50 を48機などの手配を進めている。韓国製のこれらの兵器は、その分野で最も優れたものというよりも、価格と性能のバランスが評価されたと考えられ、韓国の軍需関連企業にとっては、実に、ポーランドの絶妙な時期とニーズに当てはまった結果だと言えそうだ。こうした韓国の軍需企業にとっては、かなりの追い風が吹いている状況下、さらに、対中国を念頭において、軍事力の強化を進めようとしているオーストラリアが懸案となっている潜水艦の調達について新たな動きを見せている。ご存知のようにオーストラリアは2021年9月15日にアメリカイギリスとの間に棚安全保障の枠組みであるオーカスを締結し、フランスからのアタック級に変えてアメリカもしくはイギリスからの原子力潜水艦の調達を表明した。しかし、このアメリカもしくはイギリスからの原子力潜水艦の調達は、2038年からの建造開始で、2040年の収益開始が最短ではないかと、スケジュール的に見積もられているが、この見立てが甘すぎるのではないかと指摘されている。仮に、このスケジュール通りに、計画が進んだとしても、現在の2022年から2040年まで、はいまだ、18年も期間が開くため、オーストラリア海軍は、現行で運用中のコリンズ級6隻に対して、近代化改修を施し、延命措置を図ることが必要とみられている。コリンズ級潜水艦は、水上排水量3051トン、水中排水量3353トン、全長 77.8 メートル、全幅 7.8 メートル、喫水 6.8 メートルの通常動力型潜水艦で、1996年から2003年にかけて全6隻が就役しており、最終艦でも、すでに19年を経ている。ちょうど、今年2022年5月に、オーストラリアは、総選挙で、前モリソン政権から現アルバニージー政権へと移行しており、現アルバニージー政権は、2040年までに、原子力潜水艦を就役させるというスケジュールは非現実的だと、表明した。オーストラリアの現アルバニージー政権のマールズ国防大臣は、2022年7月に、同国が調達する原子力潜水艦が、アメリカから、なのか、イギリスからなのかを、来年2023年に、最終的に決定すると述べ、合わせて、コリンズ級の動向も検討する方向だ。これは、現行のコリンズ級に対して前述したように、近代化改修を施して、延命措置を講じるのか、はたまた、原子力潜水艦の調達までの期間を、新規の通常動力型潜水艦を新たに調達するのか、その2点を検討することを意味している。このため、
後者の原子力潜水艦の調達までの期間を、新規の通常動力型潜水艦を新たに調達することを選択した場合について、その対象として浮上してきたのが、韓国製の通常動力型潜水艦を採用するという可能性である。この案が急浮上した背景には、2022年8月3日に、韓国の防衛事業庁のトップが、オーストラリアに赴き、同国軍の関係者と会談を行ったためであり、韓国の島山康政宏、トサンチャンアン補給潜水艦が、その候補として、にわかに注目を集めることとなった。韓国の島山康政宏、トサンチャンアン補給潜水艦はバッチ1と呼称される初期型で、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートル、喫水 7.62 メートルの燃料電池方式の非対機依存推進を実現した通常動力型の潜水艦である。島山康政宏、トサンチャンアン補給潜水艦のバッチ1は、主兵装として533mm 魚雷発射艦を8門搭載するほか、通常動量型潜水艦としては、ケウナ VLS、垂直発射艦を6セル装備しており、ここから、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を運用できる特徴を持つ。島山康政宏、トサンチャンアン補給潜水艦は、バッチ1で6セルだったこの VLS を、次のバッチ2では、さらに10セルまで増加させる設計となっており、同時に、蓄電池も、鉛製のものを、リチウムイオン製に換装することが打ち出されている。個人的には、こうした島山康政宏、トサンチャンアン補給潜水艦の VLS、垂直発射艦の実装という重武装については、大陸の半島国家として、狭い領海しか持たない、韓国海軍を考えた場合、過剰な兵装であり、必要性に乏しいのではと、正直感じていた。しかし、原子力潜水艦を導入して、強力な対地攻撃能力を獲得したいと、志向しているオーストラリアにとっては、それが実現するまでの期間をカバーする存在として、それが、検討に値する装備に移っているのも事実なのだろう。ただし、今現在のオーストラリアにとっては、あくまで、原子力潜水艦の調達までの間の期間をどのようにしのぐかという、その課題に対する一つの選択肢として、検討を行う状態であり、これが本決まりになるか否かは、別問題ではある。そもそも、オーストラリアが、アメリカとイギリスとの3カ国による、電撃的なオーカス締結に動いた理由は、中国海軍が、南シナ海を勢力下に収めつつあり、そこに潜ませる戦略型原子力潜水艦によって、核攻撃の範囲に入る恐れが拡大しているためだ。太平洋戦争時に日本から攻撃されて、以後のオーストラリアは、近年まで、その地理的に恵まれた環境から、めぼしい外敵がおらず、中国海軍が、南シナ海に戦略型原子力潜水艦を活動させるまで、深刻な脅威を感じることがなかった。しかし、近年は、中国海軍の戦略型原子力潜水艦が搭載する JL-2 ミサイルは、およそ 7400km もの射程距離を持ち、南シナ海に展開されれば、オーストラリアが、すっぽりとその攻撃範囲に収まってしまう、事態に陥っている。無論、中国に近い日本などは、当の昔に、中国軍の、こうした攻撃の射程距離内に置かれているわけだが、幸いなことに、外敵にさらされてこなかったオーストラリアは、今、まさに、中国の脅威に、どう立ち向かうかの岐路に立たされたのだと感じられる。
アメリカ原子力空母ロナルド・レーガンがフィリピン海で、中国の台湾海峡での大規模軍事演習の不測事態に備え現在、展開しているとの情報をキャッチしました。今回は、このアメリカ原子力空母ロナルド・レーガンのフィリピン海での展開を詳しく紐解いていきますね。中国の台湾海峡での軍事演習は、一線を徐々に越えてきています。日本も、台湾有事は、日本有事と同じです。尖閣も同時に来るな。アメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問したことに端を発し、中国軍は台湾の周辺の空海域6カ所において軍事演習を行うと宣言。2022年8月4日からこの宣言通りに艦艇、航空機、各種のミサイルを使用してそれを実行した。日本でもこの中国軍の軍事演習が大きく報じられたのは、その初日にあたった4日、初めて中国軍のミサイルの一部が日本の排他的経済水域に5発も落下したことが要因だといえ、北朝鮮並みの暴挙に中国が出たと感じられたゆえだろう。幸いに、この中国軍のミサイル発射は、その4日の5発のみでその後は行われなかった模様だが、いかに排他的経済水域にミサイルを落下させようと、それが、すぐに、国際法に違反しているとは言えないものの、対話の通じない国であることを再確認させられた。中国は今や経済、軍事大国であり、これまで、北朝鮮のように、こうした行為を平然と行うほどの判断を下す可能性は、低いと見る向きも少なくはなかったが、そのような見方は、見事に裏切られたと言って過言ではないだろう。こうした状況下、アメリカはといえば、ミニッツ級の大型原子力航空母艦である、ロナルド・レーガンらの空母打撃群をフィリピン海に派遣しており、この目的は、中国軍の軍事演習の情報収集に努めることだと推察された。ロナルド・レーガンは、ミニッツ級の9番艦であり、2015年から、同6番艦のジョージ・ワシントンに変えて、日本の横須賀を母港として配備されており、今のアメリカ海軍で、唯一、海外の港を母港とする航空母艦である。このため、ロナルド・レーガンは、アメリカ海軍の太平洋艦隊の第7艦隊の中でも、中核の戦力を構成する艦艇であり、アジアにおける、アメリカ海軍の威容を象徴するものとして、最も注視されている航空母艦ということになる。また、アメリカ海軍では、アメリカ級強襲揚陸艦の2番艦であるトリポリも、8月1日には、すでに沖縄の南の海上に派遣し待機させており、ペロシ下院議長の台湾訪問での万が一の不測の事態に備えていたと言われている。こうした中で、8月4日に、中国軍のミサイルの一部が日本の排他的経済水域に5発落下する事態が発生し、この時放たれたミサイルは4発が台湾上空を通過して、その東側の海上に落下したとみられ、アメリカも引き続き監視を行うことを表明した。日本では今回の中国軍の軍事演習に関し、こうした日本の排他的経済水域に5発ものミサイルが落下したことや、アメリカ海軍のロナルド・レーガンやトリポリが、その動向を探る目的で派遣されていると報じられている。一方で、中国側では、中国政府や中国軍とは、別に、一応、民間の人物らが、その状況を、SNS 等のインターネット上で解説しており、アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問自体を物理的に妨害するなどの手法を提示し、注目を集めていた。そこでは、ペロシ下院議長の搭乗したアメリカの軍用機に対し、中国空軍の航空機で進路を妨害して、台湾への着陸を阻止することや、これに従わない場合、
対空ミサイルで撃墜すべきだとする強硬論が、声高に喧伝されていたという。そうした主張が、中国の SNS 等のインターネット上に溢れていたという点だけ見ても、自国の政策に、都合の悪い意見は、すぐに規制することが可能な中国において、半ば、意図的に、中国政府が、それらの意見を放置したことは明白だろう。しかし、こうした強硬論は、多くの中国国民に、アメリカに屈しない強い中国という、期待感を抱かせ、ペロシ下院議長の登場した軍用機が、何事もなく、台湾に着陸してしまった際には、大きな批判と失望の声が巻き起こった。要は、間接的に、中国政府が、自国民の反米感情を盛り上げようと、ペロシ下院議長の台湾訪問の物理的阻止などという、出来もしない行動を煽った末の、情けない結末だったわけだが、これが過ぎた後にも、さらなる沈説が、代わりに登場している。それは、中国軍が放ったミサイルによって、フィリピン海に展開して、動向を監視中とされた、アメリカ海軍の航空母艦、ロナルド・レーガンが、その脅威から逃れるべく、遥か遠い海上に退避したと、主張するものだった。無論、こうした言説は、何の根拠も伴わない、いわば言ったもの勝ち的な意見に過ぎないわけだが、中国人にとって、アメリカを軍事的に譲歩させたという主張は、ことの外多くの人々の金銭に触れる意見であり、一方的に盛り上がっている。これは、かつての第三次台湾海峡危機と呼ばれた際の1996年、アメリカ海軍が台湾海峡に差し向けた二つの空母打撃群の接近に、当時の中国は抗う術がなく、台湾に向けた挑発行動を停止せざるを得なかった過去が尾を引いているのだろう。ここから、中国は、自国でも航空母艦を保有することを決意し、実際に、遼寧、山東、と、来て、この2022年には、物件を進水させ、今回の演習でも使用した、ディフェンダー15等のミサイルを多数配備し、台湾海峡に対する、軍事力の強化を進めてきた。そうした経緯を鑑みれば、今や、経済的、軍事まとも大国になったと、自負している中国人にとって、かつてのように、アメリカの軍事力に、台湾海峡で対峙できない状況は、決して容認できず、事実か否かは、別として、自国の優位を主張したい願望に満ちている。結局、今回の中国の軍事演習に関しては、なんだ具体的な形では、アメリカへの威圧という中国の目標は達成されていないにもかかわらず、中国の国民が留飲を下げるであろう無意味な言説が氾濫して、自国内だけの憂鬱に浸っている感は拭えない。しかし、今回の軍事演習は、8月4日から7日までの日程、スケジュールで実施されると、中国は発表していたが、8日になって、さらに軍事演習を続行する旨を表明し、すでに、8日も、台湾周辺海域で、これを行ったと言い出した。そして、8日の軍事演習の内容は、敵の潜水艦に対する、対潜哨戒戦闘や水上戦闘艦に対するものだと述べており、これを受けて、中国のインターネット上等に、どのような意見が噴出してくるのかにも、まだまだ注目する必要がありそうだ。今回は、中国側は、軍事演習の終了期日を表明しておらず、台湾はもちろんのこと、アメリカにも、今以上の、軍事的な圧力をかける算段だと思われ、強硬な姿勢を示すことで、さらに、国内の世論も含めて譲歩しない中国を演出する意図があるのだろう。ただし、中国のインターネット上の言説を、単に他山の石と考えるべきではなく、
日本でも2020年のアメリカ大統領選挙、新型コロナウイルス、今はロシア・ウクライナ戦争等への陰謀論が後を絶たないことには留意が必要であろう。ロシア・ウクライナ戦争をめぐる荒唐無稽な陰謀論は論じるにすら値しないとはいえ、ウクライナを支援する側であることにやぶかさではないが、多連装ロケットのハイマースや M270 等が供与されたことでの楽観視も同じく危険だ。少なくとも東部地域をはじめ、今でもロシア軍はじわじわと侵食を続けており、ウクライナ側は防戦の域からは脱しておらず、誠に不本意ではあるが、このままの状態が続いていく可能性も少なからずあるように見える。ここでの焦点は、西側諸国が供与する兵器がロシア軍に致命的な打撃を与えられるか否かであり、それはそのまま対中国軍に対する日本の兵器の有用性の判断にも直結するということを意味していると思えるためである。